今回は都市計画法と建築基準法1の論点についてお話ししたいと思います。都市計画法というのは、要するに住みよい町づくりをするための法律だと思ってください。町づくりはむやみやたらに行うと良くないですから、日本の国土を様々に区域分けして計画的に行います。 ざっくりと説明しますと、まず、日本の国土のうち、町づくりをする区域を都市計画区域と定めます。そして、都市計画区域のうち、積極的に市街化を促進する区域を市街化区域と定めて、市街化を抑制すべき区域を市街化調整区域と定めます。なお、市街化区域については、原則として用途地域を定めるものとされています。 用途地域とは、その土地にどういう用途の建物を建てることができるかということを定めたもので、住居系8種類、商業系2種類、工業系3種類の全部で13種類あります。そして、この辺りは人が住む地域にしようだとか、この辺りは経済を発展させる地域にしようだとか、危険な工場はこの辺りにまとめようといったふうに、 計画的にまちづくりをしていきます。次は開発許可制度について。都市計画法では無秩序な土地の開発を防ぐために開発許可制度というものを作っています。これは建物や工作物を建設するために一定規模以上の土地の区画形質の変更を行おうとする場合には都道府県知事に 開発許可を受けなくてはいけないという制度です。どのような場合に開発許可が必要になるのかといいますと、基本的には区域ごとに定められた一定の規模を超える開発を行おうとする場合に開発許可が必要になります。その基準は市街化区域においては原則として1000平方メートル以上とされています。また、 市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域ですから規模に関わらず開発許可が必要です。次は用途制限について。先ほど市街化区域は少なくとも用途地域が定められるということをお話ししましたが、用途地域というのは計画的なちづくりをするためにその土地にどのような用途の建物を建てていいのか、 ということを指定するものです。例えば、閑静な住宅街を作ろうとする地域を、第一種低層住居専用地域に指定すると、高校や大きな病院も含めて建てられるものがかなり制限されます。それから、危険性や環境悪化の恐れがある工場は、工業地域や工業専用地域にしか建てることができません。で意外なことに、 住宅は工業専用地域以外であれば工業地域や商業地域にも建てることができます。ちなみにディズニーランドは純工業地域に建っています。純工業地域や商業地域は大概のものは何でも建てることができるんです。ですから建てたい建物があって土地を買おうとする際にはその土地の用途地域を調べて 希望する建物を建てることができるのかどうかを確認する必要があります。そして、もし敷地が複数の用途地域にまたがっている場合には、面積が大きい方の規制を敷地全体に対して適用します。次は、防火地域と準防火地域について。住宅や店舗が密集する地域では、火事になって火が燃え広がるのを防ぐために、 防火地域や純防火地域に指定して、耐火建築物や純耐火建築物の要件を満たす、燃えにくい建物を建てなくてはいけないという規制がされています。防火地域と純防火地域の違いは、防火地域の方が小さな建物を建てる場合でも、純耐火建築物ではなく、耐火建築物を建てなくてはいけないというふうに、規制が厳しくなっています。ですから、 建物を建てようとする際には、その土地が防火地域や純防火地域に指定されていないかを調べて、希望する大きさの建物を建てる際に、対価建築物にしなくてはいけないのか、純対価建築物にしなくてはいけないのかということを調べる必要があります。そして、もし敷地が複数の地域区分にまたがっている場合には、制限が厳しい方の規制を 敷地全体に対して適用します。ここで敷地が複数の区域にまたがっている場合の論点は混同しやすいですから図を使って説明しておこうと思います。例えばここに用途地域が準住居地域である準防火地域と用途地域が近隣商業地域である防火地域にまたがる敷地があるとします。前者の方が 敷地全体に占める面積は広いです。ですから、まず、この敷地にはどのような用途の建物を建てることができるのかということについては、敷地全体に対して準住居地域の制限が適用されます。そして、どのような対価構造の建物を建てなくてはいけないのかということについては、敷地全体に対して防火地域の規定が適用されます。 用途地域の制限は命に関わりませんから、単純に面積が広い方の規制を適用する一方で、建物の耐火構造に関する規制は命に関わりますから、敷地が少しでも防火地域にかかっていたら、防火地域の規定が適用されるということです。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。